純年のポケットカレンダー。2008年2月29日がある。1900年2月のカレンダー。生暦年が100で割り切れるが400では割り切れないため、1900年は平年となる。純年とは、うるうのある年である。これに対し、純年ではない年を平年と呼ぶ。純年は、太陽暦では季節と暦の連れ等、太陰暦では、 月の運行とのズレを補正するために平年より歴日が一つ多く、退院太陽歴では月の運行を基準にしていることで生じる季節とのズレを補正するために平年より歴月が一つ多い。その追加された日や月をウルー日、純月、総称してウルーと呼ぶ。ウルーの挿入規則を受けウルー法と呼ぶ。なお、ウルーの字が常用漢字表に含まれていないため、 ウルード年やウルう月、ウルる日と書かれる場合もある。太陽暦では季節に暦を一致させるため、歴年の平均の長さを平均回記年になるべく一致させる。太陽暦では平年は365日であり、順年はウルう日が挿入されて366日である。現在広く採用されているグレゴリオ暦では、 順年は400年間に97回ある。古代エジプトの暦には順年はなく、一歴年は常に365日であった。そのため4.129年に1日の割合で暦と季節がずれた。当時すでに回記年は365.25日という観測値が得られていたが、暦に反映されることはなかった。農民は暦ではなく構成。 シリウスの動きを頼りに農作業のスケジュールを決めた。ユリウス歴は紀元前46年に古代ローマで採用され、4年に1回をウルード氏としていた。ただし導入直後は混乱が見られ、3年に1回をウルード氏としたり、しばらくウルード氏を置かない期間があった。ユリウス歴では、順年には2月の日数を1日増やして29日とする。 ウルービを二月に挿入したのは、ローマ歴の初期には、マルティアスが年初でフェブリューリアスが年末だったからである。厳密には、共和世初期にアイヌアリアスを年初とするように変更されたが、まだ古い慣習が残っていた。ユリウス歴のオケウルー法では一歴年は、平均三百六十五点二五日となり、約百二十八年に一日の割合で暦と季節がずれるが、これでも、 順念を置かない場合に比べれば大きな進歩であった。しかし、1500年以上にわたって使われていくうちに、次第に小読みと天文学上の現象がずれてきた。ローマカトリック教会では325年の二回アコ会議で春分を3月21日と定めて、それをもとに復活祭の日付を決めることにしたが、日数が多いがゆえに、16世紀には、 天文学上の春分が、暦の上では3月11日となってしまい、問題視されるようになった。ユリウス歴では、春分日がずれる問題を解決するため、ローマ教皇グレゴリウス13世は、当時を代表する学者たちを招集して、委員会を作り、暦の研究を行わせた。こうして、1582年に、グレゴリオ歴が制定された。グレゴリオ暦は、 その後数百年かけて各国で採用され現在に至っている。グレゴリオ歴では次の規則に従って400年間に97回のウルード氏を設ける。西暦年が4で割り切れる年はウルード氏。ただし、西暦年が100で割り切れる年は平年。ただし、西暦年が400で割り切れる年は必ずウルード氏。理解しづらければ10年、順延。 コンピュータシステムとウルード氏も参照すると良い。このオケウルー法によると、400年間における平均一撃年は、365プラス97、400イコール365.2425日となり、平均回記年との差は1年あたり26.832秒となって、かなり誤差が小さくなる。この誤差による暦と季節とのズレは、 約3320年で1日となる。上記の正し書きを1回で表すと、400年に3回、100で割り切れるが400で割り切れない年は、例外で平年とするということになる。グレゴリオ歴では、ユリウス歴と同じく、順年には2月が29日まである。したがって、現在のグレゴリオ歴では2月29日が、ウルービである。 しかし、西洋の古い伝統を引き継ぐ地域では、2月24日が、ウルービとみなされる。詳細は、ウルー日、欧州における歴史を参照。日本におけるウルード氏の根拠法日本においては、順年の判定は、西暦ではなく、後期によって行うことが法令により定められ、現在に至っている。明治31年直例第90号これは、現代の表記に直すと、 次の通りである。神武天皇即位期限年数を4で割って割り切れる年をーるう年とする。ただし、後期年数から660を引くと100で割り切れる。年で、かつ100で割った時の章が4で割り切れない年は平年とする。これは、西暦年数からーるう年を判定する方法と同値である。なお、西暦何年がーるう年であったかについては、 下2桁が4の倍数かつ400を割り切れない100の倍数を除いた年、日、月、日、水、木、金、土曜日から始まる順年の項目を参照。グレゴリオ歴のウルード氏に関するトピックス近代オリンピックの夏季オリンピックは4年に1回、西暦年が4で割り切れる年に開催される。そして、1924年に開始された冬季オリンピックも、 1992年のアルベールビルオリンピックまでは、夏季と同じ西暦年が読んで割り切れる年に開かれていた。このため、順年はスポーツ関係を中心にしばしばオリンピックイヤーという名称で呼ばれている。しかし、第2回パリオリンピックが開催された西暦1900年は順年ではなく平年であったので、この故障は正しいとは言えない。なお、 西暦2100年も100で割り切れるが400で割り切れない年数なので下級オリンピックが開かれる年であるが平年である。アメリカ合衆国大統領選挙も最初の1789年の選挙を除き西暦年が4で割り切れる年に実施されてきたがそれらの年は順年とは限らない。順年の西暦年は必ず四で割り切れるので順年の十二子は5。 立つ、猿のいずれかである。また、400年に3回の例外が来ない限り、同じ曜日の2月29日は28年周期で繰り返される。西暦2000年は3番目のルールに該当する400年に1回のウルード氏であった。しかし、2番目までのルールをもって2000年を平年と誤解する者も,もいた。これは2000年問題の一因でもあった。 次回の4で割り切れる平年は、西暦2100年である。グレゴリオ歴のウルード氏に関する規則より、グレゴリオ歴では400年周期で、同一パターンが繰り返されることになる。この400年の総日数は7で割り切れるため、曜日も400年周期で繰り返すことになる。そのため、特定の日が特定の曜日になる割合は、厳密に言うと7分の1にはならない。 また、3番目のルールに当てはまる400年に1回の、ウルード氏の2月29日の曜日は、必ず火曜日になる。この例の発生は、次回は2400年の予定である。1582年のグレゴリオ歴への改歴後も、正教会は、ユリウス歴を使用し続けていたが、1923年、キリシャ正教会などいくつかの正教会は修正。 ユリウスレキと呼ばれる暦を採用した。この暦の導入にあたって、日付をグレゴリウスレキと合わせた上で、オケウルー法を一下のように改めた。西暦年が4で割り切れる年はウルー同士。ただし、西暦年が100で割り切れる年は平年。ただし、西暦年を900で割った余りが200、または600になる年はウルー同士。規則の3番目がグレゴリオレキと異なる。 このオケウルード氏では、一歴年は、平均365.24222日となり、暦と季節が1日ずれるまでに約43,500年を要する。これは、グレゴリオ歴より精度がいい。100で割り切れる年のうち、ウルード氏となるのは、グレゴリオ歴では1600年、2000年。 2400年、2800年、3200年、3600年であるが、修正ユリウス歴では2000年、2400年、2900年、3300年、3800年である。2800年2月28日までは、両方の暦は一致している。しかし、2800年が、グレゴリオ歴では、ウルード氏なのに対し、修正ユリウス歴では、 平年になり、そこで日付がついたずれる。2900年は逆に修正ユリウス歴だけが、ウルードしとなり、日付は再び一致する。それ以後は、断続的にこのようなずれが生まれ、5200年2月28日を最後に日付が一致することはなくなる。太陽暦の桶う流法には、ウルシ衆を挿入する方法もありうる。平年を364日とする。 物余実及びウルービを廃止し、一歴年を週の整数倍にする方法で平年は、年52週、順年53週とする方法である。ただし、現行のグレゴリオ歴よりも、暦と季節のズレが大きくなる点が問題点として挙げられている。これまでに以下の方法が提案された。平年を365日とするもの、約29年ごとにウルード氏を設け、 その年に一週間のウルーシューを挿入するという、オケウルー法も可能であり、そのような暦が提案されたこともある。この暦の根拠は次の通りである。7日、イコール28.903年従って、29年間ごとに7日のウルー日を挿入すればよい。1235年につき1日の差が出る。純粋な退院歴では、そもそも暦と季節とを一致させないので、 太陽暦のような潤ううびはない。その代わり、平均1日もち月が1日の整数倍でないことで、生じる暦と月章とのズレを補正するための潤ううびがある。ひじら暦での桶潤うう法には、観測に基づく方法と計算に基づく方法があるが、ここでは、後者の方法によるものを示す。通常は、章の月と大の月が交互に繰り返す。しかし、これでは一歴月は、 平均29.5日となり、月章度は少しずつずれていく。そこで30歴年に1一回、章の月にウ潤ービーを挿入して、大の月とする。これにより一歴月は平均29.530555日となり、作望月とほぼ一致する。ウ潤ービーを含む年がウルド年となり、歴年の長さは平年は354日。 順年は355日である。順年は、ヒジュラ期限の年数を30で割った余りがに、5、7、10、13、16、18、21、24、26、29となる年である。この方法によるヒジュラ歴では、約2450年で暦と月賞が1日、ずれる。太陽歴では、暦を季節と月の双方に一致させなければ、 ならない。そのため、理屈の上では2種類のウルーがある。ただし、通常は、暦と月賞を一致させるシステムは、ウルーとは呼ばれず、暦と季節を一致させるためのウルーのみが存在する。単位太陽歴では一歴年の長さは、平均作望月のほぼを整数倍でしか選べない。一平均回記年は二点三六八平均作房月なので、平年は十二ヶ月。 順年は、順月が挿入されて13ヶ月となる。順年を2.715年に1回入れれば、平均歴年と平均回記年が一致する。実際に行われた桶売り法には、8年に3回、19年に7回、76年に28回などがある。中国歴並びに派生した和歴では、太陽と月の運行を実際に観測し、季節と暦のずれが、 最小になるようにウルーズキを入れる。具体的に述べると、次のようになる。歴月は、昨日から次の昨日の前日までとする。当時を含む歴月を11月とし、他の各中期を含む歴月を1月から12月とする。しかし、中期から中期までは平均すると30.437日で、歴月の平均より長いため、 中期を含まず名前のつかない歴月が残ることがある。その歴月が、ウルー月となる。例えば、純月が7月と8月の間に生じたらその月は、ウル7月と呼ばれる。そして、純月を含む年がウルう年である。なお、中期の間隔は一定ではないため、一歴月に、複数の中期が含まれることがあるので、それに備え優先順位など最速が決められている。中国歴では、 暦と月章の一致も実際の新月に歴月をスタートさせることで実現されている。そのため、29日の章の月と30日の王の月が不規則に出現する。ただし日ジらラ歴のような平年と言える状態がないため、これはウるうとは言わない。中国歴では、順年、順月、月の大章のパターンに規則性はなく、遠い未来の暦は決定できない。 その代わり、太陽と月の運行の観測を怠らず正しく運用されれば、暦と月章は永久にずれることはない。順年は、季節と月章に対する暦のずれを補正するシステムだが、ウルービョは、これとは全く別の目的のためのもので暦とは無関係であり、原始時計により決められる、協定世界時と地球の時点で決まる、世界時との差を補正するためのシステムである。 したがって、ウルー病が実施される年であってもその年を、ウルー年とは言わない。コンピュータシステムにおいて、順年を判定するアルゴリズムの記述には、誤りがある場合が多く、しばしばこれが原因でシステムは重大な障害を起こす。例えば、西暦年が4の倍数である年としかしていなかったり、イヤー、イコールイコール2000、イヤーイコールイコール2004のようにある程度先の、 ウルード氏しかコードしていないなどが挙げられる。この他、年数処理のバグにより、年自体を誤って判断することで、順年関係のシステムに、重大な障害が発生したケースもある。2010年にはに進化重心表現の問題から、2016年と認識されて、ウルード氏であると誤認したバグが多く見られた。2010年問題年数処理のバググレゴリオ歴の、ウルード氏は、 次のどちらかで正しく判定できる。まず、プログラムで処理しやすくするために、ウルード氏の規則を次の4条件に読み替える。西暦年が400の倍数である場合、順年条件1を満たさず、かつ西暦年が100の倍数である場合、平年条件1と2を両方とも満たさず、かつ西暦年が4の倍数である場合、順年条件1、3を全て満たさない場合、 平年マイクロソフトエクセルでは、生歴年が記載されているセルを A1 とすると以下のように記述できる。また、順年の規則は次の一つだけの論理式に読み替えることもできる。生歴年が4の倍数であるかつ100の倍数でないまたは400の倍数であるならば、順年、そうでなければ平年マイクロソフトエクセルや他のプログラム言語では以下のように記述できる。 マイクロソフトエクセルでは、生歴年が記載されているセルを A1。他のプログラム言語では、生歴年が格納されている変数をイヤー、イヤーとする。グレゴリオ歴の場合、2月29日生まれのものの、誕生日は順年に限り到来し、平年に誕生日は存在しない。このため、誕生日を基準に何かを行う場合は、平年では、 その前後の日を誕生日とみなす必要がある。日本の法律では、誕生日を基準とした行政手続きに限り、みなし、誕生日を2月28日としている。また、年齢計算については、もともと期間の満了は、起産日を当日の前日であるところ、起産日を例外的に1日早く初日とする関係で、1年間の満了も1日早く誕生日の前日となる。 このため、2月29日生まれの者のは、タイラウルーを問わず、毎年2月28日24時に加齢される。ありがとうございます。